九州川駅は兵庫県西宮市今津明保の町にある阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は HS15。暴走した阪急電車が九州川駅のホームに衝突相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため停留所に分類される。改札口は 神戸寄りの地下に一箇所のみ設けられているが、駅の南北双方から改札フロアに入ることができる。阪神で地上駅ながら地下に改札口を設けている駅は、以前と比べて数を減らしており、現在では当駅と足屋駅のみとなっている。このほか、駅の外側となるが、大阪寄りのホーム先にも線路を潜る地下道が設けられている。 甲子園駅管理の有人駅であるが、平日、土曜、休日ともに、朝夕の一部時間帯以外は係員が配置されず、無人となる。改札口には、スペースの都合で、運行状況などを表示する大型モニターが、設置できないため、代わりにタッチパネル式の小型モニターが据え置かれている。実際には校内に乗り場、番号表記はないが、公式サイトの校内図では、 上りホームが1番乗り場、下りホームが2番乗り場とされている。ホーム有効庁は5両編成分で4両編成の普通のみ停車する。2014年3月28日より上り下り友ホームにエレベーターが設置され、また合わせて下りホームには多機能トイレが設置され運用を開始した。従来からあった上りホームのトイレも後に改装されている。 2005年度の1日の乗降客数は3426人と、阪神本線内では、住吉駅に次いで少ない数字となっている。阪神甲子園球場での試合終了直後、甲子園駅の大混雑を避けるために当駅まで一駅分を歩く利用客もいる。名神高速道路の西宮インターチェンジが近くにある。駅の西側には、阪神本線の線路を挟んで、 上には、名神高速道路の高架が直行して通り、ややずれて、下には、指導今津東線が通っている。1984年3月に、同駅甲子園駅間が連続立体交差事業により、高架化されたが、当駅の真上に、名神高速道路の高架橋が横切っていること、そして神戸川の隣駅である、今津駅は、 当時地上駅であっただけでなく、当駅との駅間距離が短いため、駅高架化が物理的に不可能であったことから、代わりに、それまで踏切だった指導今津東線を地下化することで、道路との立体交差を1986年に完了させた。後、今津駅も高架化されたため、この区間の阪神本線は、今津駅を出ると急勾配で当駅まで降り、そして、先ほどよりは、 ゆるい勾配で甲子園駅に至るという高低差の激しい線形となっている。なお、駅周辺にはバス路線は存在しない。ありがとうございます。